いきなり冒頭、私の方から、すでに、ご承知のとおりですが、1月の22日の土曜日に、谷川市におきまして、午後2時37分、H 追尾ロケット2号機によって、宇宙ステーションの補給機としてのコウノトリ、2号機の打ち上げに成功いたしました。現在、コウノトリは順調に所定の軌道に乗りまして、1月の28日にも国際宇宙ステーションに、ドッキングする予定でございます。今はこのドッキングについても成功を祈っております。私も現地で、初めて、立ち会いました。まさに、これまでの長い間の関係者の努力が実ったものと思っておりまして、そしてまたこの成功によって、国民の皆さん方もまた改めて、我が国の宇宙に対するロケットあるいは衛星の技術、こういったものに感銘を受けて、国際的にも NASA の方も来られておりましたけれども、非常に素晴らしかったというご意見もいただいておりますように、非常に国民としても自信を深めたと、このように思っております。私たちをしましても、これまで同様にこの宇宙計画については進めてまいりたいと、このように思っております。報道関係の皆さん方のいろいろなご協力に対して改めて感謝を申し上げまして、私の冒頭の言葉とさせていただきます。では質問よろしいですか。はい、では幹事から一つお尋ねします。昨日内閣府のですね、子ども子育て新システム検討会議において、検討されていた子ども園の一本化は見送って、現在の幼稚園と保育園を一部存続させる方針に固まりました。これは予防一体化が少し前進する面もありますけれども、一方で結論の一部を自治体に任せるという課題も残っています。大臣はこのテーマについて、今後の、特に幼稚園のですね、今後の存続について課題と思われる点、何かご所見あったら教えてください。はい、ご指摘の通りにですね、昨日の会合において、予防一体化に向けての議論がありました。これについてはですね、幼保一体化の目的、あるいは給付、あるいは施設の在り方、今後の道筋といったこれまで議論をですねしてきたことを事務局として整理をしたと、こういうことで受け止めておりまして、現時点の政府としての案として取りまとめられたものではないと、こういう認識でございます。今後ですね、さらに、地方自治体はもちろんでありますが、関係者とも十分連携を取って、引き続きですね、検討していくことになっております。我々としてもその中にも参画をして、できるだけ、地域における、あるいは家庭の状況などを踏まえた、形にも計画的に進めていく必要があろうと、このように考えております。一番私たちが重要としておりますのは、子育てとしては全体的に菅政権の中でも重要な課題としておりますし、とりわけ幼児教育の重要さ、これはですね、これからも発揮されるべきではないかと思っております。したがって、ある意味では期間を置きながら、今の保育所、そして幼稚園、子ども園、それぞれに円滑に、一つの方向に進んでいくように、
何と言いましても子どもが第一、チルデンファーストという我々の政策、この理念に沿った形で幼保の一体化に、これからも我々としては議論をしていかなきゃならんと、こういう考え方であります。皆さんどうぞ。今回いわゆる幼稚園、最高の案では子ども園の転園移行ということだと、まあ、幼稚園が一時に存続するという形になりますけれども、この点について、文部科学省としては良かったと思うんですが、どこまで良く一体化をもっと進めていったのが良かったというふうに思います。そうですね、やっぱり各方面、具体的にはこれまでずっと幼稚園は幼稚園として、運営をしてきた、こういったノウハウがありますし、また今もいわゆる保育所の増設のところもありますし、あるいは子ども園を併設したところもございます。やっぱりそういう模索についてはですね、私たちとしては関係者も努力をしておる、このことをしっかり受け止めたいと思っております。今いずれいたしましてもですね、やはり市長さん一番の子どもたちや家庭との接点である市町村が事業計画をやっぱり練ると、その中でいわゆる幼保一体化の給付に向けて財政措置も考えていくと、まあ、こういう形の中でですね、無理のない、まあ、子どもたちの教育あるいは保育、こういったものを両立させていこうということですから、私としては今の段階、こういう結論をこういう結論で、まあ、結論というか今あの考え方でありますから、これはこれとして一定の評価はしております。先ほど、まあ、チルドレンファーストの理念として、まあ、今の保育所、幼稚園、子どもがそれぞれ円滑に一つの方向に進んでいくようにというふうにおっしゃってましたが、それはその昨日のワーキングで示された、まあ、3つが併存していくというよりも、もっと子ども園の方に、比重を置いていくというようなイメージです。もまあ、今のワーキングのような形で残しつつもやっていくというイメージです。そうですね、残しつつやっていくというイメージだと私は思います。はい、今後もいわゆるユニークな幼児教育を追求するところも出てくるでしょうし、まあ、これは一つのバラエティといいますか、メニューといいますか、ある意味では多様化という中で、そういうことも選択肢と持っている必要があろうと私は思っております。大臣すいません、今日の閣議閣僚懇談はですね、はい、学校の中に関してお話はありましたでしょうか。はい、今日の閣議閣僚懇ではその件については出ておりません。今のところですね、まあ、官邸態度に向けてですね、はい、大臣としては今後どのように協議しているのか、働きかけていただいているようなものですか。まあ、官邸ともですね、よりより協議をしております。まあ、官邸としても一つの案件として認識をされておると思います。したがって、できるだけ早い回に結論を出したいと思っておりますが、まあ、今状況としてはですね、代表質問がこれからありますから、まあ、そういうことに対する対応で、いっぱいであろうし、しかしその中でもですね、まあ、この件についてはどういう形で、議論されるのか、まあ、これを今ある意味では見守っておるという状況です。昨日通常国会が召集されましたが、はい、予算案の修正に関して、まあ、
与党内からも積極的前向きな意見を出てますけれども、その予算案の修正に関して大臣としてどういうふうに思われますか。まあ、国会ですから私たちは議論の場であります。したがって、いわゆるそれぞれのご意見というのは、まあ、それなりの重みを持っておると思いますから、私は間口を開いて、やっぱ聞く向きも持って、そしてより良い、政策を実現するということでは、まあ、固定的に考える必要はないと思っております。だけどやはり私たちがこれまで、昨年来ずっとやってきた予算編成、現状の中で、最善の予算だとこういう一つの確信を持ちながら練った予算だと思っておりますので、まずそこからスタートだというふうに思っております。初めから修正ありきということではいかがなものかと、このように思っております。じゃあ、この昨日の施政方針演説の中で、まあ、総理は社会保障と税の一体改革もかなり意欲を持たれたので、で、まあ、今官政権の重要課題の一つになっていると思うんですが、この社会保障と税の一体改革の必要性等について今大臣どのように。まあ、これはですね、先の民主党の大会でもですね、そういう提案がありまして、一つの議を得たとこのように思っております。したがって私たちとしては社会保障とその財源というのは、まあ、これまでもですね、極めて重要であるということは認識をしておりました。ただやはり、社会保障制度をしっかり国民の皆さん方に説明をする、展望を明示するということは何よりも大切。それと同時に、やはり予算の適切な執行、そしてその前に、無駄をなくすと、そして、それを国民の皆さん方に、十分ですね、納得した上で、財源問題についてはそれまた示して、そして国民に信を問うと、まあ、こういうことでありますので、社会保障制度と税の一体改革ということはですね、私はこれは、まあ、今回の菅総理の強い意志でありますから、これをもとに議論を深めて、いけばよいと、このように思っております。一方で、まあ、今統一選を前にした時期で、統一選がちょうど前になっていて、まあ、この大会との議論とどうしても消費税増税の議論と結びつくことを懸念する意見もあるんですけど、懸念じゃないか。それはやっぱり大事な政治的判断だと思いますけれども、やはりこれをすぐ増税するということではありませんので、消費税引き上げるってありきじゃありませんから、しっかり、これからの社会保障どうしていくのかと、そしてそれに見合う財源をどうしていくのか、こういうことをですね、真剣に議論し、むしろ各党各派へよりよってですね、それぞれ案を示してやろうということですから、これは消費税引き上げありきということではないということをしっかり我々としてもですね、発信していく必要はあろうかと思っております。大臣、いよいよ国会が始まって、それから記者会見は院内に多くなると思いますけれども、こうなると極端に時間が短くなって、大臣も発言されたりということもなかなか時間取れず、消化不良に回られたこともあると思います。今後の通常国会は1分でも2分でも時間取っていただければと思います。はい、そのようにこちらも努力をしたいと思っております。はい、どうぞ一つよろしくお願いします。どうもありがとうございました。